ダイナブック、ダイナブック、ダイナブックとは、アラン・ケイが提唱した理想のパーソナルコンピュータ、パソコンである。本校では、ダイナブックの一部の機能を実装した、コンピュータ環境である暫定ダイナブックについても、記述する。ダイナミックメディア、メタメディア機能を備えた、本、ブックのようなデバイスという意味で、ケイが1972年に表した。 A パーソナルコンピューターーチルドレンアホルエッジスに登場する。なお、この時の表記は商品化を想定したダイナブック。後に一般名詞を意識してダイナブックと改められる。K の構想したダイナブックとは GUI を搭載した A4 サイズ程度の片手で持てるような小型のコンピュータでミニコンよりはるかに安く、しかしテレビよりはずっと高い500ドル程度。 2018年、財の価値だと3000ドル程度での実現を目指した。文字の他映像、音声も扱うことができ、それを用いる人間の思考能力を高める存在で、あるとした。また、構想の時点で、すでに有線、無線のネットワーク機能や、ビットマップディスプレイを想定した、マルチフォントに対応することが必須とされ、実際にその後作られた暫定的な実装。 後日にも今でこそ一般的だが当時としては斬新なマルチウィンドウやメニューなどともにそれらの機能が取り入れられている。1977年のパーソナルダイナミックメディアという論文に実現されたその詳細が切れている。こうしてケイラがゼロックスのパロアルト研究所在籍時に暫定ダイナブックと称して開発したのがスモアルトックを GUI ベースのオペレーティングシステムに用いて動作させていたアルトや、より小型、下半でバッテリー駆動も可能だったノーテイカーで、特に前者については1979年末に、これを見たスティーブ・ジョブズがリリース、そしてマッキントッシュを開発するきっかけとなったとされる。ダイナブックというと、小型で安価、直感的な UI を持ち、マルチメディアが扱えれば、 実現可能といった安易な解釈があるが、これらだけでは十分ではない。A パーソナルコンピューター4チルドレンオブオールエンシスにおける記述や、その暫定実装において、スモールトックをオペレーティングシステム OS に据えていることからも明らかなように、そのシステムは、エンドユーザーが理解できるシンプルで均一なルール、メッセージングと要素、オブジェクトで構成され、 このシステム自体をもユーザーが自由な発想で最低にできる柔軟や過疎性を持ち合わせていることも寛容である。特に最後の条件を完全に満たす OS はまだない。暫定ダイナブック、暫定ダイナブック、英語はアラン・ K が自らが1960年代に構想した理想の個人向け コンピュータ、ダイナブックの一部の機能を実装したコンピュータ環境を1970年代に入って当時の技術で実現可能な範囲で試作したもの。具体的には暫定ハードウェアとしてのアルトと暫定システムソフトウェアとしてのスモアルトックの組み合わせがそれにたる。制作はチャックサッカー、アルト、ダインガルス、スモアルトックらにより行われた。 ダイナブックについては単なる理想像に過ぎず実装が試されたことはないという考え方が一般的だが暫定ダイナブックの存在や実現されたこと主に GUI の特徴口術とオブジェクト思考が構成に及ぼした多大な影響に鑑みるとこうした認識は全くの誤りだとわかるまた同時にパーソナルコンピュータにおける GUI の歴史という観点から アルトが取り沙汰されるには、発言者や記述者が意識できているか否かに関わらず、この暫定ダイナブック環境、さらに言えば、ハードウェアのアルトではなく、OS であるスモーアルトックの方を、案に指していることがい。なお、アルト向けの GUIOS は、暫定ダイナブックシステム以外にもいくつか存在し、互いにその認めや操作性は異なっていた。例えば、 製品化されたアルト系マシンに搭載されたゼロックススターのシステムは、この暫定ダイナブックシステム、スモーアルトックとは、系譜から言えば、全くの別物である。1980年代以降、主に MacOS や Windows 搭載機の普及によって、広く知られるようになる GUI の特徴の多く、例えば、オーバーラップするウィンドウやその振る舞い、任意の場所への移動、大きさ変更。 スクロールバーを用いた隠れた内容の呼び出し、タイトル化による縮体表示、マウスの第二ボタンクリックでポップアップするメニューによるインタラクティブな操作、カットペーストなどに象徴される範囲選択操作というモードレスな編集スタイル、マルチフォントの扱いや絵の挿入が可能なテキストエディタドット単位の編集まで可能なペイントツール等は1977年終わり頃には、 この暫定ダイナブック環境上に実現されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。